はいどうも百鬼にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。ハンディファン。去年もねなんか似たような商品はあって、うちの方でも紹介したものが一つあるんですけど、ちょっとまたそれとね若干違うのかなというところで。ちょっと買ってみました。前回ね、去年買ったやつが500円で売ってたんですけど、今回購入したのが770円の商品で、ここにもね、風力アップとなってたんで、まあ前回もね、今年新商品じゃないとは思うけど、っていう感じのんで紹介したタイプの機能がちょっと違うタイプ。こちらを買ってみました。これがね、去年も言って、買って、一番去年よく使ってたやつに近いのかなと思って、このね、角度調整が可能で、スタンドがついてるっていうタイプなんですね。まあ、あいにく、USB のケーブルはこちらはついてませんので、ダイソーさんとかで結構こういうのを買ってる、まあ、僕みたいな人だと、ケーブルは結構余ってると思うので、このあたりは、まあ、心配ないかなと思いますし、まあ、ない方はね、100円でダイソーさんで売ってますんで、そちらで探してみてください。で、こちらがですね、去年のやつが、ちょっとね、もう今直し込んでしまったんで、すぐ出てこなかったんで、まあ、新しく買い替えたっていうのもあるんですけど、サイズ的にどうなのかなんですよね。まあ、とりあえず、こちらね、中開けて、まあ、ちょっといろいろ見ていこうかなと思いますが、一応ここを読んどきますか。ここにね、ありますけど、充電時間3時間、風力が3段階切り替え、で、スタンド付きということです。あとは、この辺の仕様ですね。バッテリーでの最大連続使用時間。強で1時間、中で2時間、弱で5時間。入力電圧 DC5V、最大入力電流 2A、リチウム電池の容量が 1200mAh、充電時間が約3時間となっております。まあね、ちょっとこのパッケージが去年はあまり見たことがないので、ね、もしかしたら今年の、まあ、バージョンアップというかね、パッケージを変更したのかなというふうに思うんですが、今回黒色買ってみました。去年はね、白を使ってたんですけど。では、こちらちょっと開けて見ていきたいなと思います。百鬼に。中開けましたら、まあ説明書が一応入ってまして、本体と、こちらがスタンドですね。まあ持った感じ。これも去年やっぱ買ったのと同じかなというふうに思うんです。若干ね、違うなというふうに思うのが、去年のね動画、まあ、似たようなタイプを紹介したやつ概要欄にリンク貼っとくんで、気になる方はそちらも見ていただいたらいいなと思うんですけど、去年の動画と見比べると、羽の枚数がこれ今回ね 1,2,3,4,5,6,7 と7枚ついてるんですね。で、去年の見比べて、ちょっとチェックすると、ここの羽がね、5枚なんですよね。で、サイズ感はね、似たような感じかなというふうに思うんですけど、まあ角度が、ここがね、こういう感じで、角度調整ができる。これ結構便利なんですよね。で、まあスタンドがついてるので、これをね、差し込んで、こうやって置けば、置き型のね、ファンにもなりますし、まあ外出時にはこうやって持っていけば、普通にハンディファンとして使えるので、これすごくね、便利なんですよね。パソコン周りに置いておいて、いざ使う時にね、外出の時に抜いていけばいいんで、そういった部分でも、このタイプ結構去年重宝してよく使ってましたんで、今年はちょっとこれをどう、試してね、こっちが良ければこれまた今年はこっちを使ってみようかなと思います。で、見る感じでいくと、ここにね、ストラップが付けれるので、まあ、付属はしてませんが、ハンディファン、ね、手で持つときには、ここにストラップ付けてやればいいかなという感じですね。まあ、ストラップ付きだと、もしかしたらスタンド刺すときに邪魔になるかもしれませんけど。あとは、スイッチですね。一回押すだけかな、これ。ここを押せば、裏にね、充電用の、まあ、ケーブル刺すところと、スイッチがあります。これを押せば、オンになりますので、まあ、押してみますね。これ弱。結構ね、これ静かなんですよね。中。これで強ですね。
はい。で、もう一回押せば。なんか押せば、スイッチ押すために弱、中、強、切るという順番でつきます。まあ、ただ、これ一回押すだけでね、ここスイッチつくんで、まあ、カバンの中に入れておくときに、もしかしたら誤作動を起こしてしまう可能性もあります。何かがね、まあ、当たるだけでスイッチ入ってしまうので、そこはちょっと注意がいるかな、というところですね。ちなみにこれ、今ちょっと USB のね、マイクロ B のケーブル持ってきたんで、ここに挿してみようと思います。よいしょ。はい。挿すと、この上の部分、ここが赤く光ります。これで、今充電中っていう形ですね。で、これね、この状態で挿したままでも使えるんですよね。こんな感じ。まあ、なので、まあ、充電しながらでも使えなくはない。デスク周りに、だからあの、使うときはね、もうこのケーブル挿してしまえばいいんじゃないかなというふうには思います。まあ、挿したままでも使えますので、まあ、なるべくね、デスク周りで置いて使うときは、まあ、ケーブルに挿した状態で使って、外出時には抜いて持ち歩くっていうのが、まあ、一番使い勝手のいい使い方かなというふうに思います。で、まあ、いつものごとく、風速ですね。これまた、この位置に配置させて、だいたいね、この差し、今15センチぐらい離した状態でいつも測るんで、この位置、だいたい15センチなんで、まあ、ここでちょっと測ってみますね。まず弱。これでいくと、今弱で、弱でね、6から7メーターぐらい。6メーターってとこですかね、風速弱で。で、中。そうですね、中で今9メーターぐらい風速ありますね。で、強にすると、12メーターぐらいですか。ねえ、まあ12、3メーター出てますね。この、まあ測り方ですけどね。だいたい15センチ離した位置に、まあ機械設置して、測った感じでいくと、まあだいたい弱で7メーターぐらい、中で9メーターぐらい、で、まあ強で11か12ぐらいの風速という感じですね。なので、まあ、どうでしょう。結構強い方、風力アップともなってた。まあ、表記もありますけど、まあ、結構風量的には結構強めなのかなというふうには感じました。で、思ってるより音がね、特にジャックとかだと静かなんですよね。思った以上に。そんなにね、うるさくないかなというふうに思います。という形になりますね。一応サイズ感ですけど、ファンというかね、この直径が約82ミリで、幅ですね。このあたりかな、一番太い幅としていくなら。まあこれでだいたい40ミリぐらい。まあ39ミリ。約40ミリ。4センチですね。で、高さがですね、この部分。この部分で大体ですね、約12センチってところですか、124ミリという感じになっております。うん、で、ハンディファンなんで、重さなんですけど、重さ、これが、98グラムですね。まあ、電池を入れたりとかがないので、これ以上重くなることはない。まあ、100グラム以内というところです。なので、まあまあコンパクトですしね、手で持った感じも、この握った感じがね、ちょうどの大きさ。はい。で、首振りができる。角度調整できますから、まあ、当てたいところにね、まあ、手で使う場合はね、特に問題ないんですけど、このスタンド使って置いて使う場合、こういう感じで置いて使う場合には、角度調整できるので、自由な使い方ができる商品かなと思います。
これいいですね。やっぱりこのタイプが一番使いやすいような気はします、個人的には。あのパソコン 前でも使えるし、外出時に持ち歩いて使うにも使えるし、大きさ的にも悪くないしっていうところで。ジャンコードこちらになります。多分ね、去年出てたものの、まあ、パワーアップバージョンだと思いますので、今年はこちら、あの、見かけたら、これ結構個人的には一番気に入ってるというかね、いいなと思ってる商品なので、こちらは、まあ、個人的なおすすめになります。気になる方はね、ダイソーさんの方を探しに行ってみてください。ちょっと去年よりね、値段が上がってるんで、まあ、そこのあたりはちょっと違いというかありますけども、もう一個ね、同じような感じの、商品が並んでたような気もするんですが、ちょっとね、わからなかったんで、こっちが気になって、まあ多分こっちだろうなーっていうので買ってみた商品になります。あの、こちらが手のひらサイズでね、小さめの。まあ音も静かですから、気になる方はこちらダイソーさんの方を探しに行ってみてください。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。